取り付けていきます。チェーンカバーの取り付けは2本のボルトで取り付けられています。1本は分かりやすいんですが、もう1本はちょっと見えづらいところについているんですよ。このタイプのタンデムステップ、ちょうど後ろ側にボルトが1本ついていますので、ちょっと探しながら作業をしてください。取り付けは簡単で、チェーンカバーをチェーンにかぶせていただき、ボルトの位置を合わせていただいて、ボルトを締め込んでいただければ、チェーンカバーの取り付けは完成になります。で、見えづらいところのボルトに関しては、ちょっとですね、タンデムステップの後ろ側から取り付けるというような複雑な取り付けになりますが、分かれば、場所さえ分かればよっぽど取り付けは難しいことではないと思いますので、作業を進めてください。簡単になりますが、これで